カタログ、カタログない商品をですね、カタログ買ってしまってどうしてもアメリカで売りたいとか、あるいは日本にカタログ作って売る場合のですね、カタログの作り方をご説明します。まずナードプロダクトでここでバーコードを入れて検索します。そうするとね、なかった商品が出てくることがあります。普通の商品検索とここの画面の検索は対象が違うんですね。だから出てくることがあります。出てきたらそれ乗っけて送っちゃう方が楽なんで。でもまあ残念ながら出てこないですね。そしたらですね、クリエイトはニュープロダクトを押します。でジャンルはおもちゃですね。今回フィギュア、北斗の拳のフィギュアなんで。で、細かく選ぶと大変なんで、もう一番下のこのアザートイ&ゲームにしちゃいます。気持ち、検索的にね、正解のやった方が有利らしいんですけど、まあ別にタイトルとかで引っ張ってくるんで、そんなにそこは気にしなくていいです。で、ジャンコード。これなかったら、ウェブアカデミーの方に商品の画像と、商品の名前を送ってくれればジャンコード振ってお渡ししますので、それをここに入れます。でメーカーは海洋堂ですね。でネクスト。で今回ねカタログないぐらいで送るんで、まあ、とりあえずこういうのは初めは欲張っていきましょうね。だこれ定価がね2200円って書いてあるので5倍で110ドルですから98ドルぐらいでいきましょうかね。1個と、まあね、寂しいのはねこれね、売れた時仕入れができるのかって問題ですよね。で写真はね、画像検索とかメーカーの写真とかを原則使っちゃいます。いちいちね撮ってるとめんどくさいんで、あるものはある写真を使っちゃいます。あれどこに置いてたっけ、撮ってなかったかな。これなんですけどね、あれ今間違えて消しちゃった、消しちゃったっぽいですね。復活するかい？おお、復活してた。これですね。でこのアップロードイメージを押すと、で商品説明ですね。説明がまあなくても OK なんで、もうなしでセーブしちゃいます。あとでねいいの思いついたら付け加えてください。とりあえず必要最低限のところと写真、写真は必ずないと売れないんでですね、写真は必ず入れてください。写真は必ずないと売れないし、まあ、必ずっていうかね、写真なしで売れることがたまにあるんですけど、写真なしで売れた時はね、むしろ怖いですね。型番で見た商品と違うとか言われたらね、どうしようもないんで。で、これ初めて入れる時は大きさを入れる画面が出てくるんで、大きさを測って入れます。21センチと 32.7 センチと 6.3 センチ、32.7、21センチ、3、これ
これをミリ表示で入れてミリメーターと。で、セーブ&コンテンツね。で、これでカタログができて入れられます。まあ、商品が何であるかとか分かってればね、そんなに大変な作業じゃないんですけど、ランキングある商品を扱った効率いいってことと、転売アカデミーでこれをやってるとですね、頼める人がすごい限られちゃうんで、カタログある商品でランキングある商品だけを、納品させていただきます。